はい、スーパービートクラブでございます。はい、今日もね、雑談お届けしてみたいと思うんですが、今このね、ラジオ収録してますのが、今日がね、3月の4日、月曜日でございます。昨日ですか、3月の3日、日曜日なんですが、東京マラソンがあったみたいですね。見たいですねっていうのが、まあ私ね、東京マラソン、まあ当然ながら、参加もしてないですし、あと昨日なんかテレビ中継なんかもあったんですかね。あったみたいなんですけど、まあそれもね、見てないんで、なんかネットニュースなんかでね、東京マラソンあったよっていうのをね、見たぐらいなんですけど、まあそんなね、東京マラソン、いやー、まあね、やっぱり日本でね、一番、まあ、大きなね、そのマラソンイベントっていうこともあるんでしょうね。テレビ中継してるということで、まあいろんなね、地域で、まあ、なんとかマラソン、なんとかマラソンってね、まあ、開催されてはいますけど、まあこんだけね、注目をされるマラソン大会っていうのはね、かなり少ないんじゃないでしょうか。例えばね、今あるのかな、琵琶湖毎日マラソンとか、なんか別府大分毎日マラソンとかね、昔からあるようなね、いわゆる、まあ、プロっていうかね、アスリートの方がね、出るね、大会はね、たくさんある、以前からね、中継なんかありますけど、まあ、市民ランナーも出れるマラソン大会っていう風になってくるとですね、まあ、中継してるのは、全国中継があるのは、ほんと東京マラソンぐらいなんじゃないかな、という風にね、思うところなんですが、まあ、そんな東京マラソン、昨日ね、多くの、まあ、有名人の方もね、走られたみたいで、ちょっとね、Yahoo ニュースなんかでね、ちらっと見たところでいくとですね、タレントの井上さくなさんですかね。っていう方が、3時間半を切って、3時間27分だったかな ?27 分か24分か忘れましたけど、っていうタイムでね、まあ、完走したっていうのね、ネットニュースなんかがね、出ておりました。まあ、3時間24分とか27分とかっていうね、タイム。これね、めちゃくちゃすごいですね。まあ、ほんとね、すごいなーっていうのはですね、まあ、私ね、ちょっと今ね、思ってるところです。まあ、マラソンね、走った方であればですね、このね、3時間台、でね、走れるっていうのはですね、どれだけすごいことかっていうのは、まあ、わかるんじゃないかなと思いますが、マラソンね、走ったことない方だとですね、ふーんぐらいしかね、思わないかもしれませんが、この3時間台で走るっていうのは、相当すごいですからね。一般的にね、このフルマラソン、42.195キロですよね。まあ、4時間を切ってね、走ろうと思うとですね、やっぱりね、1キロあたり、5分以内、5分30秒ぐらいでね、走らないといけないんですけど、この1キロ5分30秒でね、42.42キロ以上ですね、走るというのはね、相当ね、至難な技でございます。まあ私もね、普段ね、ジョギングしてる時はですね、大体ね、まあ5分半から、まあ6分ぐらいのね、間のスピードでね、走ってるんですけど、まあそれじゃあね、4時間台でね、走れないという風になってくると、まあいつものね、ジョギングよりももっとね、飛ばさないといけないっていうところがありますんで、まあそれでようやくね、4時間台をね、切るという風な形ですね。まあ、マラソンランナー、マラソンをね、とかジョギングをね、ジョギング愛好者にとってですね、この、フルマラソン、4時間切りというのはですね、いわゆるサブ4というふうに言われております。まあ、4時間を切るっていうところでね、サブ4というふうに言われてるんですが、まあ、ジョギングをね、始めた、マラソンをね、初めて、まあ、マラソンをね、する方のですね、一つのね、まず最初のね、目標というのはね、やっぱりね、サブ4というふうにね、言われております。まあ、それぐらいね、まあ大変なんですが、まあ、そこからね、さらにタイムをね、縮めていこうと思うと、まあ、サブ 3.5。まあ、今回ね、井上さくらさんがね、達成したフルマラソンのですね、3時間半切りですね、3時間半を切ってですね、走るというのはですね、サブ 3.5 っていうふうに言われますし、フルマラソンね、2時間台で走るのはですね、サブ3っていうふうにね、言われております。まあ、サブ3まで行ったらですね、ほんとね、ちょっとしたアスリートになりますけど、まあ、それでもね、3時間半をね、切るっていうのはね、相当すごいですからね。ちなみにね、私、去年なんですが、高知龍馬マラソンっていうのにね、初めてね、参加して、その時のね、タイムが、フルマラソンのタイムがね、3時間42分でございました。まあ、フルマラソンでね、まあ、サブ4達成っていうのはですね、まあ、個人的にはね、まあまあよくやったなというふうにね、思うんですが、マラソン大会ってね、出るとですね、普段とは違ってですね、すごくね、なんて言うんでしょう、こう、
ハイになる。まあ、いわゆるランナーズハイっていうものなんですかね。うん。になると、普段の気持ちとね、気持ちと全然違うようなね、まあ、高揚感が出てくるというところがあってですね。うん。まあなんかね、私ね、最初のね、30キロくらいですね、まあ爆速でね、飛ばした、記憶があります。でね、まあ多分35キロあたりからですね、バテてきてですね、もう40キロ、付近になってくると、もう死ぬかなというふうにね、思うぐらいですね、もう、へばっておりました。まあ、最初のね、多分30キロぐらいでね、だいぶね、貯金ができて、で、そこからね、だん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 タイムがね、落ちてですね、まあ、結果、まあ、3時間40分台でね、まあ、完走できたっていうようなね、感じだったんじゃないかなと思います。まあ、そんなね、私のタイムなんかよりもね、もう圧倒的に速いタイムでね、ゴールされた井上さくらさん、ほんとね、おめでとうございますというふうにですね、言いたいところですね。うん、まあ、それとあと、まあね、東京マラソン。私もね、すべてのコースは知りませんが、やっぱりね、こう、東京のね、いろんな観光地をね、巡れるっていうところでは、やっぱりね、すごくね、楽しそうなね、まあ、コースだなっていうのはね、改めて思うところですね。うん。なんだったかな、浅草だったりですね、あと、まあ、スカイツリーが見える場所、スカイツリーをですね、見ながら走ったりとか、いろんなね、場所、まあ、ほんとね、東京のね、まあ、名だたる観光地をね、通っていくというところでは、やっぱりね、まあ、東京マラソン、すごいいいなと。まあ、私もね、一生のうちにですね、一回ぐらいね、走ってみたいなと。まあ、今までね、とは言いながらエントリーしたこともないんですけど、一回ぐらいね、走ってみたいな、なんてことをね、思った次第でございました。まあ、なかなかなんか倍率がね、10倍ぐらいになるというところで、相当くじ運が良くないとですね、まあ、当選できないのかなというふうに思うんですが、うん。まあ、私もね、どっか機会あればですね、まあ、応募してみたいなと。まあ、その前にね、ちょっとね、今はですね、まあ、行政書士、資格取得目指してですね、日夜勉強しているところありますんで、まあ、このね、行政書士試験、合格した後にでもですね、またこのね、フルマラソン大会、東京マラソン以外にもですね、参加していきたいなというふうにね、思うところでございます。まあ、あとね、ちょっとね、ちらっとお話ししたいなと思ったのが、そのね、サブ4、達成したね、有名人の方、結構ね、たくさんいらっしゃるんですよね。うん。いろいろね、調べてみると、あとタレントで安田美沙子さんという方いらっしゃいましたよね。あの方もね、サブ4切りしてたりですね。あと、確かね、石原良純さんとかもね、確かサブ4切りし、サブ4達成してますね。うん。あと、浅草キッドの玉袋筋太郎さんとかですね。あと、今、参議院議員なんですかね。鈴木宗男さんなんかもですね、サブ4をね、過去にね、達成したことがあるそうでございます。でね、まあ、有名どころでいくと、ノーベル賞のね、ノーベル医学生理賞ですかね、受賞された、iPS 細胞のね、研究で有名な、京都大学のね、山中伸弥教授ですかね。この方はね、まあ、確か、サブ 3.5 だったかな、3時間半を切るぐらいのね、まあ、タイムなんかでね、まあ、マラソンをね、走られるみたいなんで、まあ、すごいなと。でね、マラソンのいいところっていうのはですね、ある程度年齢、まあ、例えば60代、とかになってもですね、まあ、ね、タイムがね、落ちないというところがね、これね、マラソンのいいところなのかなというふうに思っております。まあ、これがね、例えば、100メートル走とかになってくるとですね、やっぱり瞬発力とかね、っていうのは、必要とするので、まあ、加齢とともにですね、まあ、スピードは落ちてきますけど、うん、マラソンに関してはね、こう、持久力を要するものとかになってくるとですね、意外と、こう、60代のね、方なんかでもね、結構なね、タイムを持たれてる方はね、いらっしゃるみたいなんで、まあ、ぜひね、年齢問わず、なんかね、ぜひ、始めてみたらね、どうかなと、マラソン、まあ、ジョギングなんかをね、始めてみてはいかがかなというふうにね、思うところでございます。はい、ということで今日は、まあ、この辺でね、お話を終了いたします。今日もお聞きいただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。